通販来たかな。はーい。ん？ん？家にあげちゃったけど、トールの友達だよね。角とか尻尾生えてるし、どうしたもんか。君、名前は？トール様と別れて。あ？様？何？どういうこと？知ってる。あなたがたぶらかした。体で。ん？寝取られ。ん？インナーメガネ。いや、なんか誤解してない？インナーって、うわ、別れる！おっとっとっと。小林さん、ただいま帰りま、トール様。お？この子の名前はカンナカムイ。私の知人です。やはりか。トール様が行方不明になって探してた。行方不明？トール、そういうのちゃんと連絡しなきゃ。どうせ。それにしてもよくここがわかりましたね。曇りの日にトール様のドレス見た。トール様、なんでそんな格好してる？私と一緒に帰ろう。トール様が必要。私は帰りません。どうして？それは、やっぱり。え？バザールでデートしてるの見た。人前で手をつないで。変態！デートって、こうなったらお前を殺してでも死ねー！カンナ、あなたすごい非力になってません？トール様がおかしい。ここはマナの純度低いすぎ。もしかしてカンナちゃん帰れなくなった？そんなことない。そう？でも行くとこないよね。ほら、目を見て話してごらん。小林さんの死んだ魚の目は怖いと思います。餌付け？遊びたい。それじゃあ今日は外で私と遊びますか？おお、やだ、小林と行きたい。急に懐かれたな。わがまま言うとへし折りますよ。行ってきます。行ってらっしゃい。あれはクレープ屋さんですね。ラタガラスの卵みたい。あれはアイスクリーム屋さんですね。はあ、冷たい、おいしい。ええ、住みかを探すのも一苦労でした。ああ、やっぱり。どんなところを選ぶの？でも、それならどこでも暮らしていけそうじゃん。いや、それがですね。大丈夫です。みんなおとなしいドラゴンばかりです。不安しかないな。ただいま。おかえりなさい。お邪魔します。うん、体動いちゃう人いるよね。うん、これこれ。文房具屋なんて今も昔も変わらないもんだな。じゃあ何その顔。可愛くない。え？もう分かってないですね、小林さん。じゃあこれも違うっぽい。おかしいですね。あちらにいた時はみんな羽ペンを使っていたのですが。可愛いのがいい。キュートなの。おー、何これ、目がチカチカする。小林、お、これはどうやって使う？このドラゴンの口みたいなやつは。こうやって使うの。おー、拷問器具ですね。どうしてそうなる？ごめん、そんなつもりじゃなかったんだけど、気を使わせた。結局、一日ランドセル背負ってましたね。よほど楽しみなんでしょう。にしても、あそこまでするか？
ドラゴンって言っても子供なんだな。邪魔。はい、じゃあこの問題、小林さんできるかな。はい、正解です。目立ってる。目立ってるわ。もう可愛すぎるから腹が立って抱きしめたくなる。さあ、腕っぷしでも比べる？私こう見えても空手大会で優勝。私仲良くしたい。ごめんなさい、私そんなつもりじゃ。私その、私もあなたと仲良くなりたくて。不器用すぎんな。カンナちゃん見て見て、これ可愛くない？おお、マジヤバくね。なあ小林、これめっちゃ面白いぞ。おお、マジヤバくね。ねえカンナさん、サヤカはマジヤバくね。じゃあもっと仲良くしよう。その心の準備が。サヤカは無理。早く遊びたい。次はスイカ割りです。やる。もっと右です。あ、行き過ぎ。もう少し左。そうそう、そのまままっすぐ。はい、ストップ。跡形残さず消し去りましたね。一体それはありがたいけど。うわっ、なに、全部元に戻しといて。まったく小林。お、お腹減った。うん、わかった。朝ごはんにしよっか。小林来るの。ハデス倒して。わがまま言わない。私だけでも言ってあげますから。いやー、なんで小林さんも一緒じゃないとダメと。才川はお父さんお母さんと一緒って言ってた。小林大好き。やれやれ、カンナもまだまだ子供ですね。いただきます。トール様美味しい。どういたしまして。小林さんも。でもお弁当本当に美味しい。ありがとうカンナ、いっぱい食べて頑張ってくださいね。うん。マッチ、マッチ、マッチを買え。